はい、ここはですね、ホテルなんです、まあ、皆さん見てもらって分かる通りで、ネットカフェとかね、まあ、安いところばっかり泊まってるのに、なんでいきなりホテルに泊まってるのかっていうのは、この後の動画見てもらえれば分かるんで、まあ、それはちょっとここでは説明しませんが、ともかくですね、今回は私が日本一周旅行にね、何を持ってってるのかっていうのを皆さんに一つ一つご紹介しようと思います。まあ、日本一周旅行だからこそ持ってるものってのはそんなに大してないんですけどね、多分びっくりすると思いますよ、皆さんも。それよりは普段1ヶ月間、家に帰らないような生活が普通にやっているこの私が、何を持ち歩いているのかっていうのを、まあ、皆さん見ていただければいいのかなと思います。かなり詳しくご紹介しますので長い動画になるかもしれません。出てきたものは、まあ、1個取り出したんですけど長いんで省きますが、これは袋に入ってますけど時刻表です。全国版の時刻表。まあ本当はね、もっとバスの時刻とか書いてあるやつもあるんですけど、とりあえず今はこれを使ってます。まあこれは時によって変わりますけど、こういう袋に入れておかないと、この直に入れるとですね、もうビリビリになって表紙がちぎれたりとか、雨が降った時に濡れてもう開かないとかになって、たちまち使えなくなるんで、まあ、この私ですら、この時刻表は大切に扱ってるわけですね。で、この、ブックエクスプレスを JR 東日本の本屋で買ったんですが、その袋に一人収まりますから、入れて持ち運び、必要な時は開けて読むということをやっております。これはかなり重要。やっぱね、乗り換え案内があるからいいでしょっていう人もまあ多いし分かるんですけど、まず田舎とか走ってると、もう全然電波が通じなくなって乗り換え案内なんか機能しないっていう場面が意外と結構あって、そういう時に時刻表が読めなくて苦労したりするのと、それから乗り換え案内だと、やっぱね、ここからこの途中の駅はこうとかね、この列車とこの列車が乗り継げる乗り継げないが、乗り換え案内側でこう判断したりするんで、3分あればこっちは乗り継げると思って調べてんだけど、ヤフー路線とかのね、乗り換えアプリは3分じゃ乗り継げないと思って、その後の列車案内したりとかする。そういうんだと結局ダメなんで、やっぱね、時刻表に、頼らざるを得ないと思った。私も本当にこんな重くてかさばるもの持ち歩きたくないんですけど、やっぱり必要ですね。次。これだけ直に入ってるんですけども、パソコンの、充電器です。まあ、つまりパソコンも当たり前ですが、持ち歩いています。これは動画編集用のパソコン。実はね、前にリニューアルしまして、私のパソコンにシール貼りまくってのあったと思うんですけど、まあ、あれは今ですね、ちょっとうちの従業員に使ってもらってる状況でして、これが別のやつです。これが、Windows、Windows というか、Microsoft のですね、一番いいやつで、パソコンだけはね、ケチらずに、いいやつを買っています。確か36万ぐらいしたんじゃないかな。ちょっと定価よりも安く買いましたけども、この間の7月とかに買ったのかな。Surface Book 2というやつでね、この大きいやつ、結構重いんですよ。これがね、一番ずっしり、もうこれだけでも、うわーって感じなんですが、これが、うちの動画を編集する上でかなり大きい役に立っています。最初往復切符の旅やってる時は安い2011年製とかのパソコン使ってたんですけど、やっぱね、すぐバッテリーがなくなっちゃうのと、編集の作業にこう遅れる、ね、こう操作してて重くなったりとかして、やっぱちょっとね、ダメなんですね、そういうやつでは。だから、これだけはいいやつを買って旅行中にちゃんと1日の分を1日に作り終えられるように、だいたいね、1日で本当1日分の動画できちゃいますから、そういうことを重視して、この最高性能のパソコンを使います。これだけはちょっとね、ケチれません。次。で、まあ、あと、まあ、これは、コードなんですけど、これが、直にカバンに入ってる理由は、これの充電を、確保するということは非常に重要なんで、これの充電がなくなると、移動中のね、余った時間に動画編集とかできないと、かなり効率悪くなりますから、夜更かしして、その日のね、残業しなきゃいけないとかいうことになるんで、これ、こう、なんかコンセントとかある環境に行った時にすぐに取り出して、もう億劫がらずに着実に充電できるようにと直に入れてあるわけです。まあ、他のやつはバラバラにならないようにこういう袋とかに入れてコードはまとめてるんですけど、そうすると私めんどくさかったね、もうこの中から探すのだるいからいいやとか言って、パソコンとかビデオカメラとか充電しなかったりすることがあるんですけど、それだとね、困ることがあります。はい、これはですね、これなんだと思います？トランスイート敷島にこの間乗った時にもらった旗なんですけど、なんかこういう、これをぐるぐるぐるって広げて、ね、こうやって敷島とか書いてあるの触れるんですけど、なんでこれ持ってるのかっていうと、家に帰る機会がなさすぎて、取り出すのを忘れて、まだカバンの中に入ってるんで、まあ、大体こういう記念品みたいなのは、まあ、捨てるか誰かにあげちゃうかが、まあ、記念品、ここまでのものだと捨てないんですけど、まあ、割と最近では多くなってきてしまったんですが、これちょっとその辺捨てるのはなということで、未だに持ち歩いています。それぐらい家に帰っていないという証拠が、カバンの中にたまたま入っていまして、今度家に帰った時に、覚えていたら取り出したいと思います。それからですね、これはですね、この間福島のイトーヨーカドーに行った時に買ったんですけども、
ちょっとボロボロになってますが、私の個人用のお財布、会社のお金と個人のお金とちゃんと分けとかなきゃいけないということで作ったんですが、意外とですね、個人でお金を使うということがもうほとんどありませんね。本当にないんですよ。だからお財布はあるんですけど、中身は今のところ空っぽです。ボロボロ。400円ぐらいで買ったのかな、婦人用のお財布だったと思います。それから次、これはカメラのレンズフードです。キャノンのですね、EOS70D というカメラを買って使ってたんですが、最近小さいカメラに変更しまして、それがですね、まあ、今入ってるんで、こっちは使ってないんですけど、レンズフードだけカバンの中で抜け落ちて残ってたみたいですね。これはつまり関係ないものだということですけど、そういうのが結構ガラクタもカバンの中に入ってるようです。次、これは非常にまた重い。ちょっとこれね、なんとかしようと最近思ってるんですけども、バッテリー、モバイルバッテリーです。アンカーの1万円ぐらいしたやつですが、これでね、携帯電話を6回ぐらい充電することができます。で、私が前に使っていたビデオカメラは、USB 電源から充電することができたんで、非常に便利でした。ここについて2つ同時に充電できるんですけども、これで、今は携帯電話ぐらいしか充電するものはないですが、何かあるとね、すぐこれで、何か、例えば、Wi-Fi 機器とかね、そういうの充電したりとかできますんで、まあ、とりあえず容量の大きいものを買いました。ただ、とにかくこれはね、もうめちゃくちゃ重いんで、行動の制限になっていることもあるから、ちょっと改善しようという考えです。それからあとは、これはですね、なしをまた後で説明するんですけど、ニューヨークで、私の、知り合いのですね、ある博士からもらったものでして、ちょっとこう、体のバランスを整える感じで、ちょっとこれ、ただ、荷物をなるべく減らそうとしてるんですが、ちょっとこれ、荷物が、まあ少しこの、長期の旅行するには多いかなと思いますから、まあ少しね、小分けにして、ちょっと少なく持ってですね、で、まあこの瓶は家に置いとこうかなと思います。もうとにかく、荷物を減らすことには一生懸命になってまして、どうか減らそうと頑張ってます。これはですね、安西さんからもらった豚汁です。今ちょっとそれ以上のことは特に今のところはありません。これは青森で買ったしじみの味噌汁。こんなんばっかりですね。それから、これはね、お財布ですね。うちのチャンネルのお財布がいろいろと登場しているのは多分皆さんご存知だと思うんですが、お財布はですね、結構人からのもらい物が多くて、これもまたもらい物。もらうと新しいお財布に変わるということで、毎日やっております。お財布とあと時計ね。これもね、時計もね、もらったやつですけども。お財布の中にいくら入ってるかというのは皆さんの興味の対象かなと思いますので、ちょっと数えてみようと思います。35,678、39,000円のお札と、小銭がほんのわずか入ってるようです。あとは、まあ、領収書、小銭も1000円ぐらい、500円が2枚入ってましたね。そんな感じですけども、あとは、病院の診察券とか、ちょっと見せるわけにはいけませんね。一応作った名刺、人からもらった名刺、それから中国人民元、外国のお金もちょっと混じっている場合があります。あとは大量の、領収書、それから国鉄 JR の、プリペイドカード、すごい昔なんですけども、オレンジカードなども大量に入っています。あとはですね、まあ、ちょっとセキュリティの関係もあるので、あんまりちょっとここに何が入っているか言いまくるとまずいのかなと思いますので、まあ、財布の中身のご紹介についてはこれぐらい、本当に普段現金はこれぐらいしか持ち歩いていませんのでね、まあ、4万円も入ってたらちょっと多い方かなと思いますので、あんまり私を街で見かけて襲ってもですね、身は大して入らないのかなと思います。とりあえず財布もここに置きます。次はですね、タオルですね。こんなのにダイレクトに入ってるわけですが、温泉のタオル、この間燕温泉に行った時に買いました。温泉の香りで、これをこう体洗ってたり拭いたりするじゃないですか。で、こうジャーってやってびちゃびちゃのままカバンに突っ込むということも珍しくはありませんが、まあ、夏の場合はこれをこう外のところにくくりつけたりとかします。こう乾きますので、まあ、それで乾かしてね、また使う。まあ、大体そんな感じでやっております。まあ、ビニール袋の中に入れて夜にネットカフェで干すという場合などもあります。他にはこれはね、私の持ってる唯一の下着、これはまあこんぐらい見せてもいいと思いますが、これはパンツですね。それは一応なんでか知らないけどパンツだけ2つ持ってるようなんですが、それ以外には一切着替えはありません。全くのゼロです。びっくりするでしょ。これね、着替え持ってないんですよ。旅行の荷物、皆さん改めて見れば分かりますが、もう大半は着替えです。だからなくしゃいでということなんですが、どうやって着替えなしでやってるのか、まあ、シャツもこのパンツもそうなんですけど、非常にですね、乾きやすいものをユニクロで買いまして、それで洗って、どっかこう洗面台みたいなところとかね、洗って、それで、まあ、干しておくと木にかけるとかね。で、あとはその
洗ったやつを、まあ、もう乾かなかった場合は、まあ、コインランドリーとかでなるべく乾かす方向で、乾燥とかもするんですけども、乾かなかった場合も前30分から1時間着ておけば乾いてしまうような素材なので、まあ、最悪ビチャビチャのまま着て歩いていけば、まあ、すぐ解決するかなという感じです。靴下に関してもですね、今のところは会話なしでうまく回ってますが、まあちょっと乾かなかった時はどうするんだって、まあ、最悪履かないで、移動したりすることもあるのかなと思います。なんかそういうと汚い感じがしますけどね。他にもまあ細々としたものが、私も入ってたの、あ、こんな入ってたのかって感じのものが、ね、今見つかってますけども、割り箸、これ重要ですよ。買ったはいいけど食べるものがなかった、後で食べようと思って取っといたもの、箸がないどうするみたいなものがありますから、割り箸は重要。これはビデオカメラ、懐かしいですね。これ最長往復切符の頃から使ってるボロボロのビデオカメラ、まあボロボロになったのはね、実はもう1年半以上前のことなんで、長く使ってるからボロボロってわけじゃなく、私の使い方が雑でボロボロになってるだけなんですが、これはですね、音声の吹き込みなんかによく使います。ファイルを別にしておきたいので、このカメラで撮った映像に対してね、こっちでこうなんかこう喋ると、リゾート白神号は毎日青森駅と秋田駅もしくは弘前駅を起点として運転している JR 東日本の観光列車ですみたいなことを、なんかこうこれに向かって喋るわけですよ。まあ皆さんご存知だと思うんですけど、基本的にそれは一発撮りでね、やってますが、たまに調子が悪くて、ね、何回も撮り直すということも実はあります。これはカメラのレンズのキャップ。私カメラにね、レンズキャップしませんので、もう実つけたり外したりするのが面倒だし、ぶっ壊れたらまた中古でね、まあ、1万円ぐらい払えばもう1個買えるんだから、もう別にぶっ壊れてもいいやという考え、こういうことで物を大切にしろって言われるんですけど、でもこのレンズキャップがついているかばっかりに、それを取り外している間にシャッターチャンスが行き過ぎるということがよくあるので、私はカメラにはね、レンズキャップは絶対しない方がいいと思うんですけど、まあ、そういうわけで余ってしまったレンズのキャップがここに、残っております。でもレンズ本体は家に置いたんですけどね。あとは、これはね、何だったんですか、これマスクなんですけど、ちょっとぐちゃぐちゃにちっちゃくなってるね。まあ使えるでしょう。これもどこに行ったのか分かんなくて、今発見されましたが、予備のですね、バッテリーが大量にありますよ、予備のバッテリーは。ちょっと見当たらないけどな。あと、ここにあったのかというものがですね、見つかりましたが、まあこれはちょっとうちの会社の関係のことなので、皆さんには、まあ、あんまり具体的にお話ししなくてもいいかなと思います。それからあとはですね、まあ、普段はポケットに入ってるんですけど、家の鍵、これ見てもうちの住所は分かりませんからね。それからこれはコンタクトレンズです。皆さんご存知と思いますが、私が目が悪いので、こういうコンタクトレンズを、ね、たくさん持ってる。ちょっと減ってきましたね。少しこれ買い足さなきゃいけないなという状態ですが、まあそれはまた考えます。それからあとはね、イヤホンは大事ですよ。もう動画編集になくてはならないものですからね。これがないと電車の中で音巻き散らかしながら編集しなきゃいけなくなりますので、これはもう大変です。もうダメ。ちゃんといくつもですね、持ち歩くようにしています。自撮り棒、まああまり使うことは最近ではないんですが、これをこうビャッと伸ばして、その先端にカメラをつけて、で、はい、皆さんおはようございます、今日は何日、何日でみたいなこと、これはね、今でも、まあ、割とよくやっています。特にいい映像を撮ろうと思うときとか、景色のいいところでは、これを使う傾向にあります。あとは歯ブラシ、これは普段使ってるやつですね。コンビニかなんかで買ったトラベルセットみたいな、でホテルの歯ブラシも毎回基本的に持って帰ってきてますんで、こういうのですね、いっぱいあるんですけど、これは口内炎の薬かな。ちょっとこんなん直に入ったら汚くて使えないんじゃないですかね。あとは、糸ようじ、歯と歯の隙間が私はかなり狭いので、糸ようじを使って、取り除かないとちょっとね、汚いことになりますね。歯ブラシもいっぱいあります。これも直接入ってますが、ヒゲ剃りです。もう基本的に直接、まあ、まとめてなんか入れる袋ちょっと用意した方がいいですね。それは私も今ここでやっていて思ってますが、それからですね、よく視聴者の皆さんにマイクつけろって言われるんですけど、実は結構前に買って前より音質は良くなったんですよ。まあ、まだ不十分ってことなんでしょうね。それはまた考えますが、これはマイクでございまして、このをですね、カメラ、まあこの撮ってるカメラ今直接映せないんで、このカメラあるじゃないですか。で、この上に、これはないんですけど、これをガシャッと接続するところがあって、で、これこうつけて、で、前方にある音を拾ったりとか、こうやって自分に向けてね、はい、本日は何日何日ってこうやるわけですよ。で、ただ、前方、これカメラで前を映して、で、自分の声をそこにこう吹き込みたいという場合もありますね。言ってる意味分かると思うんですけど、そういう場合はこのカメラの脇に穴が開いててですね、まあ、このカメラはちょっと違うんですけど、ここかな、
で、これでこのコードで持ってマイクをつないで、まあ、このカメラを持つじゃないですか。で、これとこれを接続してこう前方をこう撮りながら、あのここでこう声を喋る、皆さんおはようございます、今日は12月の25日みたいな、まあ、あのこのぐらいの声でねやることが多いんですけど、新幹線の車内とかで最近喋ってる動画も多いと思うんですが、まあ、それもね基本的にあのこれでこのぐらいの小さな、もっと小さな声かな、これぐらいの声でやっていますので、すぐ近く、まあ前後、それから左側、右側の席に人がいなければ、まあ迷惑にはならないのかなと思います。で、結構小さい声で撮れてるんですよ。これね、これを導入したおかげで、あの動画の作成効率がね、もう飛躍的に何倍にもアップしまして、もうなくてはならない、重要なものです。ヨドバシカメラで1万3000円ぐらいで買ったマイクでございます。マスク、蒸気で合いますか、なんか目が疲れた時にやろうかなと、もらったやつです。これは前に飛行機に乗った時にひげ剃りクリームをもらったの、あれ、それからもうつけもしないんですけど実はワックスも持っています。それから、前にニューヨークに行った時に使った地下鉄カード、あとはポケットティッシュなどもたくさんあります。他には歯ブラシ、前にハワイに行った時になんかホテルに置いてあった高級そうな、ボディーソープ、使いもしない、めったに使わないんですけど、これでこうやってプシュってやると、あの髪型がかっこつけられるという、スプレーです。あそこの、おお、こんなところに青春18切符が入ってた、危ないですね、これ大事、持っておきましょう。それから、まあ、今のはあれですね、アルティストの白石さんにもらったやつですが、他にも、いただいたサプリメントが結構たくさんある一方で、ゴミもたくさん入っておりまして、ゴミはですね、捨てないといけません。これ、ヒゲ剃り。まあ、こういう風にね、ホテルとかにもらったものはとにかくたくさん持ってるんですよ。これも、ジャルシティホテルのヒゲ剃り。これは、おしぼりですが、もう、カリカリに乾いてしまいました。あと何か入ってるかな、コンタクトレンズが発見されました。ラッキー。あとは、何かあるかな。このポケットティッシュとかもまだありますけど、これはもう捨てた方がいいですね。ちょっと私がカバンの中身のゴミを掃除するあれになってますが、なんかね、こういう頭のおかしい感じの人ってカバンの中にゴミが溜まりがちならしいんですよね。なんで私こんなゴミをカバンに入れてるのかわかんないんですけど、まあこの機会にちょうどいい掃除をしておこうかなと思います。こんなもう解体された、わかりますかね、ボロボロになったカミソリなんで、カミソリの刃が直に入ってますから危ない。これもしかも毛が詰まっちゃって洗えば使えそうですけど、まあいいや、いっぱいあるから捨てましょう。綿棒、これだけは個別包装で、個別包装の綿棒を見つけたら持っておきます。なんか薬つけるときとかに使えるからね。あとはまあ薬もありますよ、他にも。これはなんだっけな、なんか喉の痛み用のトローチ、前にもらったものです。とか歯ブラシもまだあるな、まだありますよ歯ブラシ。とにかく持ってこられるだけ持ってますからね。あと重要なのがセロハンテープですけど、何かカメラとかが壊れちゃった時とかにすぐ補修ができるようにセロハンテープってのはね必ず持つようにしています。ちょっと望遠効かせますか、遠すぎるかな、こんぐらいですね。よし、続けましょう。あとは何かあるかな、まあ、なんか味噌とかあるんですけど、味噌なんか見てもしょうがないですかね。しじみの味噌汁はインスタント味噌汁なんで、こういうようにこう味噌がありまして、お湯を溶かせば、飲むことができるようになっていますけど、まだ今のところ飲んでるな。これまだ飲めんのかな、消耗期限書いてないな。ちょ、なんかゴミがいろいろ浮かんでて心配でならないな。味噌の賞味期限はちょっとわかんないですね。これ今度青森行った時に、これ青森で買ったやつなんですけど、賞味期限確認して、それで店で売ったやつ、ああじゃあこれいつ買ったやつだからまだ大丈夫だと、そういうふうに安全を確認してから、飲みたいと思います。あとはスカイラークのシート、なんでこんなレシートがカバンに直に入ってるのか、自分で呆れるんですけどね。いつかな、ベジタンメン、家の近所で6月ぐらいになんかパソコンやりながらラーメンみたいなの食べた時のやつですね。ぐらいかな。まああとはこれなんか全日空のファーストクラスに乗った時にもらったやつ、中にはこれなんだ、 ANA ハワイ、ちょっとこれ全日空の人が見たら悲しむだろうな、こんなのが入ってたんですけど、べちゃべちゃに潰れちゃって、ああかわいそうに。これ全日空ファンの人すいませんね、これまだ食べられるかな、食べよう。ああこれハワイのやつなんだ、英語で書いてある。2020年4月、あ余裕で持ちますね。ちょっと
申し訳ない。あ、中はね、ちゃんとしてる、大丈夫ですよ。あの、食べようと思います。美味しそうだな、これでも九州で作ったのかな、そうみたい。パイナップル味のやつですね。こんな大事なもの、こんなベコベコにしてたのか。気づけばよかった。他にはですね、中にはあの、フライングホーム2号機のあの、こう、カメがこうやってるやつとかね、あの、名前タグみたいなの入ってます。なんかこれ、ファーストクラスに乗ったお客さんへのプレゼントみたいですね。こういう記念品関係も結構、まあ、大事なものはね、保存してあります。歯磨き粉、まだあるんですけどね、ちょっと、でも今のこのクリアクリーンもうほとんどないから、ちょっとね、こうね、物を捨てることが結構多くなってしまって、あの、入らないな、申し訳ないんですけど、ただどうしても持てる荷物の量に限界があるんで、捨てないことにはどうしようもないんですよね。これは大学の勉強道具だな。これも全部捨てたと思ったんですけど、まだ一部ほんのわずかに残ってるようです。まあこれぐらいならいいけど、多分なんかまた改めて読もうと思って保存したんでしょうね。これは何だろう、もうこんな感じで、あ、そう、勉強しようと思って、あの、もらった軽井沢のパンフレット、これももう全部読んで勉強しましたね。やっぱね、こういうものをもらってきて、で、暇な時間ってまああんまないんですけど、でもあの、なるべく読もうと思ってね、読んで、あの、勉強するようにしてるんですよ。旧軽井沢商店街、旧軽井沢メインストリート、周囲には別荘や歴史的建築があり、豊かな時間も過ごせます。マンペイホテル、軽井沢初の洋風ホテルとして開業。そうなんだ。いや、まあ、こういうことはね、あの、ちゃんと勉強しておかないと、やっぱり、あの、日々新しいものを入れなければ、動画が同じようなものばっかりになってしまいますので、こういうところはかなり気をつけるようにしています。ちなみにここはあれですね、雲バイケって言うんですけど、動画でもう出たかな、出るかな、そんな感じのところです。これは、これはあの、清里高原に行った時にもらった、パンフレット、この生鮮料というところも、動画で、ね、ご紹介したと思います。これは捨てよう。あとは大学に反省文を提出した時に使ったレポート用紙、まあなんかレポート用紙が便箋か使えるかなと思って、持っていたんですが、他にも、まあそういいや、こんぐらいかな。以上のものはないですね。あとそうだ、まだ皆さんにご覧に入れてなかった後回しにしていた袋があります。これですね、100円ショップの袋なのかな、うちにあったの勝手に持ってきたんですけど、この中に、うちのチャンネルの貴重品がたくさん入っています。まあ、現金なんてのはね、あの、所詮、まあ私もなくしやすいですから、財布にあまりお金を入れないようにしていると前にも言ったと思うんですけど、というわけでして、あの、そんなに慌てるような、あの、あれは特にないんですけども、あの、これと合わせて、5個あると思いますが、データですね。あの、基本的に取ったデータは、まあ、削除してしまうんですけども、あの、まだ動画化していないデータというものがかなり大量にありまして、それをすべて、これらによって保存しています。今使っているのはこれで 2TB バッファローの、SSD 高速のデータ依存ですね。で、これは、バックアップ用に、あの、貴重なファーストクラスとかのデータが消えたらとんでもないことになるんで、あの、消えたら困るというデータはこの中に保存してあります。これは前に、そうだな、あの、初めて世界一周旅行のね、シベリア鉄道とか乗った時に使っていた、データ保存用のディスクですが、現在はあの使ってないんですけども、あの、当時のデータがまだちょっと使い切れてないもの残ってますんで、あの、保存してあります。で、これもあの、初めて導入した時ですけど、2018年、私が大学3年に上がるかどうかぐらい、あの、そうだな、サイコロの旅とかやったじゃないですか。とか、なんか例えば捨てはけが登場してあの有名になり始めたとか、そのぐらいの時期に使ってたあのハードディスクがこれ 1TB です。で、なぜこれがあのまだ全部過去のを取ってるのかというと、まあ、やっぱりこんなぐらいまだ動画化されてないデータが大量にあるからというのと、あと何かあった時にね、あのここからデータを呼び出して使う場合があるんですよ。で、また新しいのをどんどん買ってる理由は何かというと、あのちょっと使ってるうちに、ね、読み込みが少し浅くなってくる場合があるんですね。で、そうするとあのなんかこう読み込みが浅いっていうの意味わかんないから、パソコンと接続して接触が悪いっていうのかな、挿してるのに繋がってるっていう風にあの反応しないことがあるんですよ。で、それが出始めたらもう即新しいのを買います。じゃないとなんか何かあってこのデータが飛んだらやばいと思うんで、あのそれに関してはね、もうとにかく、次々新しいのを買っていくということした結果、あのこんなに、ね、あの新しいのが増えてますが、やっぱりどうも前にやってたのは調子が悪いみたいですね。書き込み、とかそれを削除とかね、そういうのの回数がもう普通の人の多分比ではないと思うんで、もう正直3ヶ月に1回ぐらい買ってますけど、だからもうこれで1個でね、いくらだから2万3万とかするんですよ。高いんですけども、でもこれはちょっとデータが消えたら2万3万では済まない、とんでもないことになるんで、
これはちょっと買おうと思ってですね、あのお金をかけているポイントです。あとこのちっちゃいのはあの SSD、HDD と SSD と2タイプあるんですけど、あの SSD の方が早いということで、まあ、これ 480GB、容量はちょっと少なめなんですが、じゃちょっと試しにこれ買って SSD 試してみようかなと思って使っているのがこれです。まあ、コンパクトなんでね、今でもこれは使ってますよ。まあ大体このぐらいかな。次、充電ケーブル、これは携帯電話用、もうよくなくしたりとかね、どこ行ったとかなるんで、2つ持ってます。でそれから、あとはおしぼり、まあ使いません、捨てましょう。他には手肉印鑑、ただしこの印鑑はあの私の個人の印鑑でして、あのなんか例えば、ね、会社の大事なあの会社の実印とか銀行印とかそういうものは持ち歩いてませんけどね、そんな感じです。あとは、充電用のこういうなんてのこう USB のやつがありますけど、まあ見てもらって分かると思うんですが、私が持ってるものはほとんど撮影に関するものが電子機器でして、普通の人が旅行用に持ち歩くものって言ったらなんだろうな、まあ大量の歯ブラシ類、本当歯だけはしっかり磨こうと思って、歯ブラシだけで今見た限りこんなにあります。まああとヒゲも剃らなきゃいかんということで、ヒゲ剃りもこんなにありますしね、あのこうそうです。でこれとあとは、まだヒゲ剃りやってたこれを捨てるやつか、まあマスク、ティッシュなどの衛生用品もあるにはありますが、まあ割り箸とかね、それぐらい、あとはこの着替えこれだけですからね、着替えと、タオル、まああとお財布ぐらいかな、普通の人が使うもの、まあ、だから普通の人が旅行用に持つものはもうこれで全部解決してしまうんですよ。あのもうなんであの手ぶらで余裕で旅行できるレベルなんですけど、ただ動画撮影用の機材があまりにも多いということで、荷物が大量に圧迫されています。だからまあつまり機材しか持ってません。前にドイツ行った時ですね、まあ乗り継ぎで、ルフタンザドイツ航空に乗った時に、ドイツのその人に、あの検査の人に言われましたよ。ちょっとあなたあのいや so many electronic devices so、なんかなんだっけな、あのチェックアゲインとかなんかそんなこと言われてですね、つまりあなたちょっと電子機器あまりにも大量に持ってるから、あのもう一回ちょっと検査する必要があるんでもう一回来てくださいって言って、全部あの取り出して、ね、チェックしましたけど、まあ、電子機器じゃないですかこれね。でそうだ、これも電子機器ですよね。電子機器、電子機器、これも電子機器、あと携帯電話もありますよ。携帯電話ね、電子機器、カメラも電子機器なら、マイクも電子機器で、予備のバッテリー、これ5個ぐらい持ってるんですけど、予備のバッテリーももちろん電子機器で、まあ、モバイル持ってる普通の人は持ってるのかな、電子機器も、まあ、もうすでにこんだけ抱えるようにあるんですけど、わー痛いですね。それからこれもそうだし、あとまだあの大型のさっきご覧に入れたパソコンもこれに加えてあるということでして、もうこれだけでですね、私の持ってる荷物の大半の重さはもうあのほとんどこうかかってるわけです。だからまあこれらがいかになくせるかっていうところなんですが、うん、やっぱり荷物を削る努力はしてるつもりなんですけども、そう簡単には減らせませんということですね。で、あのよくですね、私にあのプレゼントとかをしてしようとしてくださる方もいるんですけど、まあ、基本的にあのその必要はないかなというか、あのいただくものはね結構あるんですけど、旅行でぜひ使ってくださいと言って皆さんにもらうものは非常に多いんですが、まあ、残念ながらあのちょっと使えてないのが実情なんですよね。あの旅行で役立つグッズとかね、あのいろいろもらえるんですけど、本当に私の荷物、まあ、あのこれ多分少ない方だと思うんですけど、あのこんだけでもあるとやっぱそのこのものを全部持って山に登ったりとかしなきゃいけないですよね。山に登って同じところに降りてくるならコインロッカーに預ければいいんですけど、あの今度降りる場所が違ったりとかね、そんなところにコインロッカーはないとかね、そういう状況が結構ありますんで、なんであのこうプレゼントとかしてくれるって方もいるんですが、まあ、基本的に残念ながらあのそれはあの家に置いておくとか、あのまあ類似の状況に置かれることになりますので、まあ、あの申し訳ないんですけども、あの情報だけいただければ、ね、いいかなと思いますね。そういう時はあのこういう便利なものがあるよと教えていただけると、私もぜひ、チェックさせていただければと思っております。じゃあこんな感じでいいですかね。 あと重要なのは、私のカバンの中に一体どれだけのゴミが入っていたのかということですが、ゴミはですね、まあ、もしくはあの乾いてしまってゴミにせざるを得なかったものとか崩壊したものとかありますけど、カバンの中には
これだけの、ゴミが入っておりました。またあのゴミ同然の使いもしない、カメラのレンズキャップフードなどが入っていました。じゃあ大体こんなところです、長くなりましたけれども引き続き、日本一周の旅このような、体制でやっておりますのでお楽しみいただければと思います。ありがとうございました。